ドリさんこんばんは、ショレー。さあ、歴史を練るギガンって、どうやらノラがやべえと。ノラの勝率がやべえと。でもなんか俺不思議なんだよね。その極べきとかエンシェントレーションクラスならわかるけど、歴史を練るギガンってそんな死ぬ要素あるかって思うんだよな。だから実態をちょっと見ていこうかなと。10回いこう、10回。10回いって、何分の何勝てるかみたいな。エンシェントレーションの時と同じやな。レッツゴー。ああ、もう17分経過してるけど、17分経ってまだ枯れてないってことは結構手こずってる最中なんじゃん。ちょっとここに助っ人しに行くか。ちなみに装備は、前のフルチャソロでやった時と一緒だね、フルチャだね。マルチの方がね、フルチャはやっぱ、進化を発揮するから、フルチャで行くわ。さあ、どんな感じか、あれだな。まずは、あ、でも一応ずつしかしてないわ。で、エリアが、今、ネルここか。一応つなら割と順調なんかな。あれなんか一人しかいない。待って待って待って、どういう状況？一人しかおらんて。どういう状況よこれ。でこの尻尾、この尻尾ね、本当に気をつけてほしい。あれすごいんよダメージ。体力増強つけてはやべえ。体力増強つけてねえわ。体力増強つければ大丈夫なんだけど、割とあれは一撃で死ぬレベルの技だから。ああ、先行玉投げたね今。先行で落としちゃダメだよ。これもワンポイントアドバイスみたいな感じだけど、やっぱ黒時計がなくなんないと切れないし、弾かれたモーションで危険度も増すわけだから。あ、いいねこれ。ネルギガネ当てるとダメージ当たるから。ああ、食らっとる。地味にだけど先行は絶対投げちゃダメね。痛いっつ。あれはやったかなちゃんと。あ、やってるね。落石はちゃんとやってるわ。落石やんないと話にならないからね、マルシャやっぱ。ダメージが、HP が上がれば上がるほど、やっぱ落石のダメージも上がるから、こいつ破格俺にしかやんねえじゃん。新参者だぞ、俺まだ。入って3分くらいだわ。優しくしろ、俺に。どこでカブトアリ、こっかな。ダメか。カブトアリ打つとこだな。マルシャだとすぐにパッパッパーってどっか行っちゃうから、打つとこマジ大事。これは当たるだろう。腕にやつたい。あー無理だな。ただ粉塵も飲んでくれる人いっぱいいるし、すごくありがたいね。全員日本人だ。頑張ろうな。ナイス尻尾切断。うわ、なんか俺開始時間18分なのに尻尾からほっとくれたらどうしよう。全然関係ないんだけどさ、友達とさネルギガンでノーマルネルギガンで3回行ったのね、動画外で。そしたらさ、2個砲撃出たのよ。3回でだよ。どうもどうも。やっぱ破局滅人戦天が危ないか。で、マルチは、絶対に爆弾を取りに行った方がいい。ましてや、こういう荷落してる時に、最後の最後、足切りしてもう勝てるって時に死ぬのが一番猛反で萎える瞬間だから、アイテムがないならもうここで調合して作って、あ、今俺持ってたかな。あ、持ってないの俺もちょうどよかったわ。ちょうどいい例だったわ。持ってなかったら回収して、で、マルチにじゃねえよ。寝床に行って、みんなで仕掛けて、破壊しようじゃねえ、倒そう。あ、乗ってる。ナイス。オッケー、乗って止めたか。で、多分、このダウン取った後ぐらいに、絶対あれだよ。あ、これ黒くなってるか。ナイス。絶対あれね。逃げるモーション入るんだけど、それを、弾け結晶とかで、止めるのはやめよう。見落としてるから絶対爆弾で安全に消した方がいいから。あんなにダメージ稼げんだからね、爆弾で。頑張れ。はい、これちょっと届けー。よし、頑張れノリ。危ねえ。これノリ成功したら頭にナイス。頭で叩き込んでやろうと思ったらもうあれか。あ、違う、壊した。ナイス。こういう時もしっかり攻めずにもう見落としてるから飛躍を飲むと。これフルチャージ。あ、逃げるね。これ絶対にせき止めちゃいかん。攻撃はいや、攻撃もしない方がいいね。ひるましちゃって倒せなかったらどうするのって話だから。で、爆弾置く場所なんだけど、ぶっちゃけどこでもいい。 V 破壊したい部分かな。爆弾はどこにやっても固定ダメージだから、肉質関係なしの固定ダメージだから、どこでもいい。基本はやっぱ頭になるかな。ナイス怪力の粉塵、いいね。さあ、針主も来たかな。オッケー。そしたらやっちゃうよ。オッケー、これで多分もう1000ぐらい入ってんのかな、ダメージが。あー、ちょっとミスったなー、ちくしょう。ナイスバックファー。あー、これやばいね。あっぶねえ助っ人に来たぜとか言って死ぬわけにはいかんからな。さあ慎重に行こう。あとこれよ、このエリアマジでこのトゲが本当に害悪だから、やっぱ落とそうとしてるね。絶対ね、落とそうとしたらいけないからね、危ないから。そう、これがすごい食らって、大丈夫かそれ、頑張れ、ナイストゲ。さあトゲを壊したいけど、ナイスため切り、新ため切りよく打ったな。めちゃめちゃ勇気あるよね、この2オツの状態でさ。くそ、俺狙ってくんねえかな。はいはい、ちょっと待って、俺もすごいさドキドキなんだけど、マジハットトリックじゃなくて死んだらどうしようっていう。転ばねえか、ちくしょう。ちょっと待って、ほんとに天使の層生きてるけど、俺ちょっとグレート飲んでいい回復力じゃなくてナスがグレート。オッケーオッケー。待って、俺もさ天心があるうちに終わしたい。ちょっと精神的にマジできつい。ナイスノリ、神か。ここでのノリの救世主っぷり半端じゃないんだけど。うわー、ちょっと待って、俺待って、俺さ黄色ああ終わった。オッケー、いやまあいい、全然全然いい。ナイスジャパニーズパワー。あ、砲玉出たまた砲玉出たわ。てか出発切ってね。まあこんな感じでちょっと残り9回やっていくわ。うわ緊張した。俺さ団体スポーツとかも超苦手なのね。バスケとかサッカーとかさ、まあ、高校とか中学で絶対誰もが通る道だけど、もう何、足引っ張っちゃいけないとかミスしちゃいけないって気持ちで本当に苦手なの。マルチはそれがあるわ。すごい心臓バクバクした。最後死んだらどうしようって。俺もう体力増強つけていくわ。あー、尻尾はいとれねー。くーどんまいだー、どんまい。いやなんかね、たまたま2回連続外国人パーティーだけど、外国人2期の方が苦手そうなイメージあるな、動きみたいな感じ。わかんないけどね、たまたまかもしんないけど、まあ元々日本のゲームってのもあるかもしんないけどね、モンハンは。申し訳ない。あれ天心の総生きてても死ぬんや。見切り切りで中途半端に避けちゃったから、判定残ってると見切りしても食らうやん。だからだ、天心来たまま死ぬ男。うわやば、マジでやばい、やらかしてる俺。やっべえ、マジでごめんなさい。あー、ごめんなさい、これは俺のせいで、本当にすいません本当にすいません、やらかした、マジでね。なんかそろがり始まった、マジ誰も来ない。なんで来ないの、おい無理やで無理ではねえけどさ。あー、来た来た、やっと来たわ。なんだみんな補充してたんか。いやびっくりした。でこれね、あーどまい、特性分かってきたかもしれないけど、特性というかなんかね、やっぱ張り主が一番動けてない傾向にあるかな。まあやっぱ勝てないっつって張るからなんだろうね、その傾向がある気がする。あとさっきのさ、今の新モーションあるじゃん。いってーモーションを、まあ、新モーションだけじゃないけど、猫パンチの範囲に入ってる時に回復は絶対に飲んじゃいかん。猫パンチしかも思ったより伸びるし、超出早いから本当に事故る。もう一つね、あと心眼がね割と有効かもしれんな。マルチは心眼全然入れてもいい。むしろなんか入れた方がいいかもしれん。単純に事故がなくなりますね。なんか気づいた、1人抜けてるわ。まあそうかそうか、野良ではそういうこともあるよね。荷落したらもうダメだっつって抜けるパターンもあるんだなあ。違うわ、抜けたやつあれや、荷落しちゃった人だ。ああ、荷落して申し訳ねえ、3落ちするわけにはいかないから私は抜けますよってことか。なんかあれだね、その見えないその心情が見えて辛いわ野良申し訳ない気持ちで抜けたんだろうな。そうかそうか、そういうことも、やべやべ、そういうこともあるよね。なあ、どんまいどんまいどんまい。これで半分終わったのか。5回やって1回しか勝ってないわ。これエンシェントレーションより今のとこ確率低くない？どうした行くぞ、士気を上げてけ、士気を行くぞ待ってたんか俺のこと。やっぱ日本人うまいな日本人うまいな。何なんだろう、モンハンの国か俺らモンハンの国に生まれた、もしかして。おお、ジャパニーズサムライかやっぱり。うわー、我が日本はモンハン大国だったな。あー、どんまいどんまいどんまい。あー、どんまいどんまい。これ最後に死んじゃった人いるけど、いやこれとめっちゃうまかった。たまたま死んじゃったけどすごい上手だった。マジ日本人だったわ。ガイラーサルト演劇、マムタルトの武器で言ってたけど、破局滅人戦天もガードで防いで、新技も落ち着いて全部ガードで防いで、すごい上手なヘビーボウガン使いだったわ。たまたま攻められまくって死んじゃったな。ちょっと待って、このパーティーおもろすぎでしょ。全員さ、あれなんだけど、これなんて読むんだろう、この寝る期間でのハンマーだね。じゃここ入ろう何もんなんこのハンマー使い3人、めっちゃうまい。これ絶対パーティー組んでると思う。さすがにこんなうまいハンマー使いが偶然3人集まるわけない。何者だこいつら。やばい、超ぐるぐる回転してる。尻尾切っただぜ斬撃1人しかいねえけど、周りがうまいとね、やっぱ士気が上がるよね、単純に。あ、自分も頑張んないとなって気持ちになるわ。尻尾を切らせていただきました。剥ぎ取ってじゃねえおめえは余裕か。うおー何者だったんだこの人たち。当然のように今日一早いね。これでも21分か。ソロでやった方が早いな。やっぱソロでやれる人はマジでソロでやった方が一番早い。どんまいどんまい。ということで、10分の4、10回中4回勝てるが検証結果だったな。いやー疲れた。歴戦を寝るギガンテレベルを10連戦、ほんと疲れるね。まあだからマルチやっぱ楽しいよ。知らない人なんでも普通に楽しいわ。クエスト始まってさ、スタンプ俺がこうやってやるとスタンプ返してくれるの、よろしくなみたいな感じで、あったけえなーって。俺こういうなんか顔もさ名前も知らねえ人とこういうネットでコミュニケーションとの結構好きだからさ、すげえあったけえなーって思った。それがすごいおもろい。人間の良さが出てるわモンハンは。でやってみた感想だけど、モンスターによってマルチになるとすごい強くなったり、逆にマルチになった瞬間めっちゃボコれるようになるモンスターみたいな感じで分けられるけど、ネルギガンテはとにかく強くなるモンスターだね。歴戦のネルギガンテか。いやーもう強かった本当に。エンシェントレーションよりも死の匂いが近かった。いつでも死ねたもう本当に歴戦のネルギガンテはエンシェントレーションよりもいつでも死ねる。いやー、まあなんかマルチが壊滅的っていう話は聞いてたけど、意味が分かったね。普通にもうソロでいいわって感じ。マルチではもう行きたくねえわ。はい、ということで、まあ検証結果つってもね、10回しかやってないから正確な検証ではないんだけど、とりあえずまあ10戦やってみて4回勝てましたよって動画でした。さらば。